新しい地図の未来、滝沢秀明と愛女子の秘密会談平野志耀と神宮寺勇太が加わるアビーマ共演の舞台裏。こんにちは、エンターテインメントの舞台裏に興味津々の皆さん。今回は、驚きのニュースをお届けします。滝沢秀明氏が率いるエンターテインメント会社、飛べ、と、元スマップへの稲垣五郎。 草薙剛香取慎子からなる新しい地図を手掛ける芸能事務所、旧乱の愛氏が秘密裏に会談していたことが明らかになりました。秘密の会談の背後にいた仲介者、8月31日にスポーツ日本が報じたこの話題によれば、滝沢秀明氏と愛氏はこれまでに何度か接触していたとされています。 しかし、番組制作会社関係者によれば、この秘密の会談を実現させたのは、ジャニーズ事務所を退場するキスマイの北山博光さんでした。愛氏は長年にわたりスマップへのチーフマネージャーとして活躍し、彼らを国民的グループに育て上げた生マネージャーとして知られていますが、北山さんは戸部に合流することが確定視されており、 彼が滝沢秀明氏と愛氏を結びつけたのです。この秘密の会談が注目されるのは稲垣五郎、草薙剛、香取慎吾の3人が2016年にスマップが解散してから地上並みでの活動がほとんどない状態からアビーマを手掛けるサイバーエージェントの藤田新社長によって復帰させられたからです。アビーマダーの新たな地図の展開。 藤田社長は2017年から地上波を離れた3人をメインにした特番72時間本音テレビを放送し、その後も続けて様々な特番やレギュラー番組を制作しました。今年でレギュラー番組が6年目を迎え、さらに10月からは毎週72分の収録番組としてリニューアルする計画です。とトトアとーマ前の共闘。 この秘密の階段が注目されるのは、戸ベとアビーマへの双方に大きなメリットがあるからです。戸ベはジャニーズ事務所出身のタレントが所属しており、彼らの再出発に期待が寄せられています。しかし、地上並みに出演する機会はまだ訪れていないため、アビーマのネット展開に参加する可能性が高まっています。 一方、アビーマは2017年にローンチしたばかりの新しいプラットフォームで、スマップの特番やレギュラー番組を手掛け、話題を集めました。しかし、ネット番組の環境は変化しており、アビーマも新たなプロジェクトを模索しています。未来に向けた準備。今回の秘密の会談によって、滝沢秀明氏と愛氏が具体的な話し合いを進めていることは明らかです。 感想が異なるため、コンサートなどでの共演よりも、幅広い視聴者に届ける番組での共演が現実的です。平野志耀さんや神宮寺ゆ太たさんがアビーマへの新しい地図の番組への出演も具体的な段階に来ている可能性が高いので、今後の展開が非常に注目されます。まとめ、ジャニー北川氏の問題に揺れるジャニーズ事務所において、 やめじゃにたちは新しいプロジェクトを進め、その成果が次第に明らかになっています。滝沢秀明氏と愛氏の秘密の会談、そして平野耀さんや神宮寺勇太さんのアビーマダーブの新たな地図への参加が、今後のエンターテインメント界に大きな話題を提供することは間違いありません。未来へのワクワク感が膨らんでいます。結論。 エンターテインメント界の未来に大きな変化が迫っています。滝沢秀明氏と愛氏の秘密の階段、そして平野耀さんや神宮寺ゆ太たさんのアビーマダープの新たな地図への参加が注目の敵となっています。ファンたちは今後の展開にワクワクしており、エンターテインメントの舞台裏には驚きと期待が詰まっています。どんな未来が待っているのか一緒に見守りましょう。 読者への挨拶、エンターテインメントの世界はいつも新しい驚きと感動が待っています。今回の記事でエンターテインメント界の舞台裏に少しでも興味を持っていただければ幸いです。これからも楽しいニュースをお届けしますので、お楽しみに。